株式に関係する変数の関係時価総額。株式時価総額とは、ある上場企業の株価に発行済み株式数をかけたものであり、企業価値や規模を評価する際の指標である。時価総額が大きいということは、業績だけではなく、将来の成長に対する期待も大きいことを意味する。時価総額は、企業尺度や企業の実力の一面にしか過ぎないが、 市場の期待値を反映した尺度の一つであり、一般には企業の利益や資産が大きいほど時価総額も高くなる。しかし株価は時に過大評価される場合があるため、絶対的なものではない。これまでに時価総額2兆ドルに到達したことがある企業は、到達した順にサウジアラムコアップルマイクロソフトのみである。時価総額上位10社。 2021年10月31日時点2021年10月31日時点の世界の上場企業の時価総額の合計は97兆1450億ドルである。日本企業でのランキング最上位はトヨタ自動車であり第39位である。国内全市場における 時価総額のランキング2021年10月31日時点の日本の上場企業の時価総額の合計は4兆7380億ドルである SMBC 日興証券初めてでもわかりやすい用語集2021年10月9日閲覧ラージストカンパニーズバイマーケットキャプチャー、グローバルランキング2021年10月31日閲覧 ヤフーファイナンス、ヤフージャパン、2021年10月31日閲覧2019年12月12日に到達2020年8月19日に到達2021年6月22日に到達ありがとうございます